僕自身もですね、ブログ動画というのは結構前から実は撮っていてですね。旅動画が多いと思いますけど、更新頻度はね、めちゃくちゃ低いんですが、そしてなんとこの度ソニーブログチャレンジ2022っていうコンテストのなんと審査員やることになりました。それでこのソニーブログチャレンジっていうのはね、僕知らなかったんですけど、2020年からスタートした、なんかしかも世界規模でやってるみたいで、それで今年の一応応募作品のテーマっていうのが決まっていて、テーマはパワーオブグッド。どんな些細なことでもいい、あなたが考えるグッドをブログにして社会やコミュニティにグッドを広げていこうということなので、一応そのね、テーマにのっとってブログを作ってもらう必要があるかと思います。で、まあ、僕の他にもね、審査員の人いると思うんですけど、まあ、その審査の中で選ばれた人には、一応なんかソニーポイント5万ポイント分ぐらいとか、なんかいろいろ景品があるみたいなので、まあ、応募してみてください。それでこのソニーブログチャレンジ2022の詳細と応募方法は概要欄にリンク貼っておきますので、そこで確認してください。でね、多分応募した作品はね、僕多分最初から最後まで全部飛ばしたり2倍速にしたりしないで全部見ると思うので、審査しないといけないので、なのでね、皆さんもね、ちょっと気合い入れて応募していただきたいと思います。では。